はい、自宅に帰ってまいりました。今回10月からですね、ミッフィー&スナッフィーっていうまた新しい新商品が発売されたんですけれども、まあ、実はこの今日から1週間後ですねにノベルティーデーが開催されるんですよね。なんですけど、まあ、その前にちょっと行ってきちゃいましたっていうのも、今回発売された商品がものすごく可愛かったので、もしかしたら来週行ったら売り切れてる可能性がありそうだからですね。はい、でこちらショッパーです。2000円以上買うとこのショッパーが無料でついてくるっていうキャンペーンもやっています。可愛いですね、スナッフィーとミッフィー。なんかこの姿すごくいいですね。めっちゃ可愛い。ワンコとウサギがなんか待ってるような感じで、今回買ってきた商品なんですけれども、一つ目はこちら、なんかそうだと、こちらポストカードは3種ですね。こちらとこちらとこちら、あとでお見せしますね。こちらクリアファイルですね。最近ね、可愛いクリアファイル集めるのもね、ちょっと自分の中でブームになってるので、 A4 ファイルに入れると可愛いからね、はい、まあ、そんな感じで買ってきました。でもうあと2種あるんですけど、まあ、実質メインですね。こちらスナッフィーのリュックを背負ってるミッフィーです。洋服もね、よく見てみたらわかるんですけど、スナッフィーとミッフィーのお顔が散りばめられててとても可愛いんですよ。うん、で大きいサイズのねミッフィーもあるんですけれども、ちょっと大きいサイズはね、極力その本当に欲しいもの以外は買わないようにしているので、今回はまた小さいミッフィーで我慢しました。まあ、ちょっと似たような感じだったからね。うん、でもう一つ、じゃーん、スヤスヤフレンドですね、のちょっと小さいバージョンの方です。なんだ、マスコットキーチェーンみたいな感じでキーホルダーになってるんですよね。うん、で洋服がこんな感じで今回の新作の柄になってます。いや可愛い、なんかパジャマ姿だよね、超可愛いそう、これもね発売していて、でこれもね、もしかしたら売り切れるんじゃないかなって思っちゃったんで、ちょっとなるはやでこの2つを抑えに行ってきました。ポストカードもね、なんかなんだかんだ人気だったりするから、毎回なんか1つ2つ欠品はすることも多いですし、はい、なのでこんな感じですね。見てもらった通りで、今回は 1,2,3,4,5,6点とこのノベルティですねもらってきました。これで多分 5,000 円ぐらいかかっちゃってるんで、もう今月ねいろいろ厳しいんですけど、でしかも来週のミッフィースタイル、毎年ねこの10月頃になると、なんかジェラピケを着てるミッフィーみたいなぬいぐるみが必ず発売されるんですけど、去年も発売されたんですよ。で僕買おうと思ったんですけど、売り切れてて買いそびれちゃったんですよね。なので、まあ、今年こそは買いたいなとは思ってるんですけど、多分5000円ぐらいですね。ではでは、じゃあ飾り付けしていきますか。はい、ってことで新しいね、またねポストカード手に入れたので、どこかに入れていきたいなと思うんですけど、ちょうどいい場所があるけれどもここはちょっとね、雑貨フェスタ系を入れるところだから、そうだね、あ、でもここが空いてる、ガラ空きだ、そうか、ここガラ空きなら、じゃあここに入れちゃおうか。うん、そうしよう。めっちゃ可愛いこの柄ほんと可愛いな。で、もう一つの今回絵柄掛け合わせてるやつですね。今回はじゃあポストカードこの3つですね。はい、でお次がこちらのクリアファイルになるんですけれども、いつもね欲しいクリアファイルがあったらこんな感じで A4 のファイルに保管してるんですよね。まあ、まだ数はね2つしかないのかな、クリアファイルは。うん、そうだね、可愛いなと思った絵柄しかクリアファイルは買わないようにしてるので、で今回もう買っちゃってるのでこれも保管していきたいと思います。ちなみにね、このクリアファイル裏側はこんな感じ、お花お花だけっていうのもまた可愛いね。こういうのね、もうつぼる。できた可愛いね。
はい、ではではすよすよフレンドなんですけど、ちょっとね奥に今いるんですよね。このこの子をどけるとこの奥にね、こうなんかいっぱいぬいぐるみがあってもよくわかんないことになってきましたね。後ろにいるんですけど、ちょっとこの辺に置いちゃいましょうか。こういう感じ、うん、いいかもしれない。いいですね、こうしましょう。で、またこの子ここにミッフィーカフェをちょっとアピールしつつよし、この子はじゃあここで世話させて、ま、この子だよね、この子をどうするかだよね。まあ、またここに飾っておくか。徐々に徐々に可愛い子は、まあ、じゃあこんな感じで今回は飾っておこう。ただそうね、これもまたいっぱいいずれになるだろうから、またこれと同じような感じで飾り方を考えなくちゃいけないね。ではでは、今回は一旦これでおしまいにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。僕の友人がミッフィーキッチンでなんかお土産を買ってきてくれました。はい、僕が普段ねこういうの買わないから絶対になんか被らないだろうって思うものを選んでくれたみたいで嬉しいですね。グリーンティーで、しかもこれスナッフィーのこのクリップがついてるんですよね。今回のミッフィーとスナッフィーの新商品ですね。美味しく飲もうと思います。ありがとうございます。じゃあまた買ってきました。今回はねノベルティーで買ったんでノベルティー狙いで行ってきたんですけど、こちらですね。今回は靴がね、靴っていうかスリッパがミッフィーになっててね、こう寝巻きの姿をしているミッフィーです。これ毎年かな、去年もジェラピケのような感じの服装で出ていて、でそれが速攻で売り切れちゃって、でまあ、今回もちょっとお高くて5500円ぐらいだったかなしたんですけど、まあ、今回はね初ということで買ってきちゃいました。どんな感じかっていうとね、ストライプのね紫色のボタン付き、これ外せんのかな、あ、なんだっけ、マジックテープってだっけ、うん、なってみたいですね。で、まあ、でもそんな感じか、特になんか変わった部分はあまり、まあ、帽子が可愛いね、かなり、なんかここにできれば丸いなんかふわふわしたものがついてたらいいなとは思うんですけど、これにはついてなかった。まあそんな感じですね。でこれ買ってきたので、こちらこちらね、あの僕の大好きな美術館へ行くの絵本になります。絵本、うん、絵本ミニノートになります。ってことでね、今回ちょっと簡単めですけどこちらのご紹介でした。ではでは、今回この辺で動画終わりたいと思います。あ、最後そっか、この子飾っておこうか。
はい、相変わらずすごい数ですね。でこのね端をね開けたので、今回この端に座らせようかな。まあ、こんな感じでね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。